今日は実はここ3日間ぐらい土砂降りの雨が続いて、でようやく今日晴天ではないんだけど雨が止んで、こうまだどんよりとしてるんだけどね、こうなんかどんよりとした梅雨シーズンとかみんなどんよりとしがちでしょ。そこでまあふと今日ひらめいたのが、まあ、こういう雨上がりならではの芸術とかアートがあるんじゃないかなと思って、だから今日は急遽雨上がりの芸術をみんなにお届けできればなと思って。俺ブラジルにいて何が楽しいって聞かれたら少し考えるよ。で少し考えた後に、まあ、自由なところと、あとはこっちの芸術に触れた瞬間がすごい楽しいなって実感するから、だからその感覚っていうのを少しでも多くの視聴者のみんなに感じてもらえればなと思って、まあ今後そういう芸術を求めてシリーズやっていこうと思うよ。で今回俺が目をつけたのが雨上がりの芸術。普段見落としがちなところに本当はすげえ心躍るようなアートがあるかもしんねえからな。ほら、こういうのが雨上がりの芸術じゃねえのか。これとかもな。このハイライトとシャドウの感じがいいよな。こっちは明るくてこっちは暗くて。世界遺産って言われてもはい、そうですかって信じちゃうここが調査の依頼があった怪奇現象で悩む。美術館ですって言われたらはいそうですかって信じちゃうもん。これ見てる視聴者もそうじゃねえの。美術館ついてやって言ったら疑いのうちもなくここが美術館だって思うだろう。こういうのになんか力が増える木の実とかが入ってんだよ。防御力が上がったりとか賢くなるような木の実がこの間をこうやってめくったりするとあるんだけどね。なかったよ。すごいちっちゃくて可愛いのかな。綺麗だな。
so fresh or no? Fresh?すごいぞこれ。綺麗なバラにはトゲがあるっていうけど、こいつのトゲすごいな。すごいな、これなんていう花なんだろう。すごいなこの花。はっきり言って俺に言わせれば、お前全く芸術の心がないから点でダメだから、写真は俺が撮るよ。だからお前は大空越えて映像だけ撮ってろよ。俺が芸術の写真が撮るから。分かったか。雨上がりの芸術を求めて三千里来たんだけど、雨上がりすぎて今度雨降ってきちゃったからアジトの方に避難したいんだけど、どうも道に迷ったみたいで、なるべく早く帰れるように芸術を見つけながら帰るとするよ。見てくれよこれ、足跡があるぞ。ワンちゃんの足跡も芸術でいいな、かわいいよこれ。よく撮っとけよ、危険だから。Você não entende nada, nego, velho. Porra, quebra azuca, filho. Não entende nada, parceiro. Da hora. Da hora, irmão. Da hora, viu?ブラジルにもタンポポがあるんだ。タンポポ、芸術ではな、子供の頃よく見るけど
大人になってからよく 見ねえから。見ろよ、トゲトゲしいのが。そうだな、雨上がりの芸術を求めていろいろ見て回ったけど、思ってた通りだね。やる前にこうなるんじゃないかなって思ってたんだけど、その思ってた通りになったよ。こうやってちょっと隙間の時間を見つけて芸術に触れる時間を持つとね、シャキッとするよ。これは非常に重要なことだと思うよ。だから毎日なんかパッとしねえとか、幸福度がねえとか、そういうなんか不調を抱えているみんなには、ちょっと普段の時間から離れて芸術にね、アートに、もしくは自然でもいいんだけど、そういうものに触れる時間を持ってほしいなって思うよ。少しね、まったりしすぎて眠たくなったから、少し俺は寝るよ。また引き続きこういう芸術をみんなに届けるから。じゃあまたな。